はい、どうもこんにちは、コウスケでございます。2月25日木曜日ですけども、今回ですね、スパイダーマン第3作のタイトルがね、ようやく発表されたわけでございます。スパイダーマン第3作のタイトルがですね、スパイダーマンノーウェイホームというタイトルになったわけですけども、今作ですね、発表の仕方がこれまでのね、MCU の作品とは違って、まず最初に偽のタイトルを発表してから、1日空いて正式タイトルを発表ということでね、こういったインスタグラムとかね、ツイッターとか、SNS を使って、情報をね、発信しておきながらですね、それが実はフェイクだったということで、このねタイトル発表の仕方までですね、遊び心が含めてきたスパイダーマンノーウェイホームに関して改めてですね、情報をまとめていきたいと思います。さあ、まずね、スパイダーマンノーウェイホームの発表される1日前、2月24日の早朝ですね、深夜3時とか4時ぐらいかな、海外の方で主演のトム・ホランド、ゼンデイヤ、そしてジェイコブ・バトロンがですね、それぞれ3人がスパイダーマン第3作のタイトルはこれですって言ってですね、トム・ホランドがスパイダーマンフォンホーム、ゼンデイヤがホームスライス、ジェイコブ・バトロンがホームレッカーというね、タイトルを発表したわけですが、あれ？どうやらそれぞれのタイトルが違うと、なんじゃこりゃと、いうことでね、3人がそれぞれね、僕が聞いてるのと違うよとか、お前何それみたいなね、やってるよ、していたわけですけれども、そこまでがワンパッケージですよね。そういったね、偽のタイトルを、まず事前に発表させておいて、そこからね、ファンの考察をね、書き立てて、1日後にですね、正式タイトル発表ということで、これもね、だからすごいね、作り込まれてるんですよね、この計画っていうところも。で、2月24日ですね、朝に発表しておいて、その日の夜ですね、NBC でね、放送されているジミー・ファロンのね、トゥナイトショーっていう番組の、ゲストにですね、トム・ホランドが出演すると、フォン・ホーム、ホームスライス、ホームレッカー、この3タイトルを発表したそのね、その日の夜ですね、その日の夜に番組にね、トム・ホランドを出演させるということで、そこではですね、一応公式のね、トレーラーとか、それこそ公式タイトルとか発表されなかったわけですけども、その番組の中でトム・ホランドはね、今作のアンドレー・ガーフィールドやトビー・マグワイアは出てないよっていうね、僕が知る限りではねっていう発言とか、いろんなね、注目の発言をしたわけですけれども、そこからまた数時間後ですよね、2月24日明けて2月25日ですね、の早朝、アメリカ時間の8時、日本時間の3時ですね、にですね、ようやくソニーピクチャーズとマーベルスタジオの方からですね、公式にスパイダーマンノーウェイホームというタイトルが発表されたわけですけども、発表の仕方も発表の仕方でね、動画を使って、トム・ホランドとね、ゼンデイやジャイコブ・バトロン3人が出演する動画をアップして、30秒程度だったんですけども、3人がそれぞれね、ジョン・ワッツ監督の、ディレクタールームにね、入っていって、どうせまた嘘のタイトルでしょうつってね、なんで本当のタイトル教えてくれないんだってね、トム・ホランドが嘆くんですけども、ジェイコブとね、ゼンデイヤが、お前ネタバレするじゃんってね、トム・ホランドも、いや、記憶にないけど、みたいなね、ゼンデイヤはですね、だって前回のタイトルだってネタバレしたじゃんっていうね、返しをして、その3人がはけていくわけですけども、最後にね、映し出されるのはホワイトボード。そして、ね、そのホワイトボードにはですね、これまでね、ファンが SNS などで考察してきたタイトルですね、スパイダーマン第3作のタイトルは、必ずね、ホームがつくということで、ね、ホームスイートホームとか、ホームワールズとかね、ワークフロムホームとか、ホームランとか、ウェルカムホームとか、ホームアローンとか、ホームシックとかね、あとステイアットホームっていうところにですね、防線引いてストップって書いてあったりね、なかなか遊び心があるホワイトボードですけども、おそらくこれね、ファンから出た案をここにね、バーって書いて、ソニーピクチャーズの人たちがね、防線引いて、いや、これ違うでしょ、これ違うでしょっていう風に消していって、最後に残ったのがノーウェイホームなのか、ファンがこんだけ考察してくれたんだからっていうことで、ソニーピクチャーズ側からですね、感謝の表してるんだと思いますけども、こんだけね、考察してくれたけど、結局ノーウェイホームでしたっていう形でね、最後に出てきたわけですけれども、だからステイアットホームっていうところにストップって書いてるのもなかなかいいですよね、感動しますよね。ソニーピクチャーズは唯一ね、ディズニーとか、それこそワーナーと違って、配信サービスをね、持ってないので、劇場が再開されないとですね、どうも新作映画をね、公開できないというところで、ソニーピクチャーズもなかなか行き詰まってるかと思いますけども、ホームアローンとかもですね、著作権がやばいみたいなね、感じで書いてあったり、ウェブカミングっていうところにですね、ホームっていう単語欲しいよね、みたいな。これね、僕のね、YouTube のね、動画のコメント欄にも、海外のね、SNS なんかでも書かれていましたが、No Place Like Home っていうのはですね、これがですね、アメージングスパイダーマンね、アンドリュー・ガーフィールドのアメージングスパイダーマンの方の、これ実際にもね、No Place Like Home っていうね、サウンドトラックにも入っている楽曲にもなっていまして、緑でね、その下に、なんか文字が書かれてるんですけども、これがね、どうもね、画質の悪さというかあれでね、見えないんですよね。なんて書いたんだろう。
あとね、なかなか面白いなと思ったのは、これね、海外のファンの方の考察なんですけども、スパイダーマンノーウェイホームってね、あの雲の糸で囲ってあるじゃないですか。ただね、そのね、雲の囲ってある形がですね、プエルトリコのね、形と、まあ、似ているというか、もうほぼね、ぴったしに当てはまるということで、実はですね、これが、マイルス・モラレスの登場を表してるんじゃないかということで、実はですね、マイルス・モラレスのお母さんがプエルトリコ出身であるというところから、今作ですね、プエルトリコが、どこかで登場するんじゃないかと。もうすでにホームカミングの方ではね、おじさんが、登場しています。ドナルド・グローバーが演じていますけども、ついにですね、マイルズ・モラレスの一番近しいですね、人物、お母さんが、登場するんじゃないかということで、確かにこうやって見てみるとそっくりというか、まあ、そっくりでもないか、まあ、ただね、右側のですね形、まあ、ちょっとね、右上がね出っ張ってるっていうところもですね、形とまあ似てるような感じもしますし、皆さんこれについてどう思うでしょうか。まあ、あとですね、YouTube のコメント欄では、ヘックスの形六角形とかね、あとはまあアガモットの目のようなマークも、見えるというようなですねコメントいただきましたけれども、まあ、これね、まあ、僕は文系なんであんま分かんないですけども、科学で習うベンゼン環っていうですね、ものですよね、おそらく。でアガモットの目と多分書かれていますけども、これねトニー・スタークのアークリエクターですよね。これ左上の方と右上の方にねそれぞれ一つずつ、合計2個のですねアークリエクターが書いてありますけれども、まあ、ここでもねトニー・スタークを忘れさせないね、こういった演出もあるよというところで、ここも感動的ですよね。あとは個人的に見つけたのがノープレイス・ライク・ホームっていうところの上ですねにちょん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 って書いてあって、丸がねいくつもあって、まあ、これがですねマルチバース平行世界っていうところを表してるんじゃないかなと。地球がいくつもあるっていうところを、ね、表していて、でしかもねこのノープレイス・ライク・ホームっていうのはね、先ほど話した通りアメージング・スパイダーマン2でですね出てくるセリフと、そしてね、サウンドトラックに入っている楽曲ということでね、これがなんかマルチバースを表してるんじゃないかなという感じもしますが、考えすぎなんでしょうか。だからこのホワイトボードもなかなかなんかが臭いてあるんじゃないかなというような感じもしますけれども、皆さんですねこちらについてどう思うでしょうか。ノーウェイホームが発表される前にですね、エフォンホーム、ホームレッカー、そしてホームスライスっていうね、3つのタイトルが発表されましたけれども、このね、3つのタイトルのスパイダーマンのロゴですね、のカラーリングがピンク、まあ、紫に近いピンク、緑、そしてね、シルバーというので、これをね、入れ替えてみると、どうやらですね、スパイダーマンの宿敵であるグリーンゴブリンのカラーリングに似てるということでね、まあ、緑と紫で、まあ、グリーンゴブリンを表していて、シルバーがですね、グリーンゴブリンが乗っているグライダーということで、これがね、グリーンゴブリンの登場を示唆してるんじゃないかということでね、フォンホーム、ホームレッカー、ホームスライスっていうね、それぞれのねワードがですね、まあ、お家に電話しなきゃいけないというところで、ホームレッカーがね不倫関係にある家庭を壊すとっていう意味を表している、そしてねホームスライスが、まあ、地元のダチとかね仲間っていうのを表しているということでね、それぞれの単語がスパイダーマンノーウェイホームの流れ、大まかな流れっていうところで、家に電話しなきゃっていうところでですね、まあミステリオからバラされ、正体バラされてね、名誉おばさんとか、それこそアベンジャーズたちホームにですね電話をかけなきゃいけないと、連絡しなきゃいけないっていうところが前半の部分、そしてホームレッカーね、家庭が壊れていくということでね、まあ、ピーター・パーカーが正体をバラされてしまったことによって、まあ、命を狙われるということ、名誉おばさんとかね、ゼンデイヤとか、それこそ自分たちの仲間っていうところがですね、危険にさらされてしまい、まあどん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 ね自分たちの家庭が崩れていくと、でまた不倫関係っていうところも表しているということで、もしかしたら誰かがですね敵側に寝返る、まあ、敵側に使われてしまうんじゃないかという部分、まあ、これが中盤ですよね。ホームスライスっていうのがですね、地元の仲間たちっていうのを表しているということで、もしかしたらね、ゼンデイヤ演じる MJ とのですね、恋愛関係が終わってしまうんじゃないかと、友達関係に終わってしまうんじゃないかということでですね、まあ、こうやって考えてみると、まあ、スパイダーマンね、フォンホーム、ホームレッカー、ホームスライスってなんかね、スパイダーマンノーウェイホームの一連の流れを表してるんじゃないかなというような感じもしますね。まあ、そして今回ノーウェイホームという単語ですけども、家に帰る方法がない、家に帰る道がないという意味でですね、まあ、おそらくいろんな意味が含まれてますよね。それこそフォンホームとね、つながっていて、まあそのミステリオに、ね、正体をバラされてしまったことによって、まあ家に帰る道がない、家に帰る方法がないっていうところと、そしてね、後半おそらくまあスパイダーバースにね、関するまあ部分が含まれてくるだろうと、いうことで、まあ、何かしらね、マルチバースの扉が開いてしまって、まあ自分がね、ピーター・パーカーが住むアースからね、離れていってしまって、元のアースに帰る方法がないと。どうやってもね、家に帰れないっていうところでノーウェイホーム。もうこれはノーウェイホームっていうところもね、スパイダーマン第3作ね、全体の、作品の 中身をですね、表してるんじゃないかなというような感じがします。さあ皆さんですね、このスパイダーマン第3作に関するタイトルと、まあ、そして、ね、タイトルから考察できるところについて、どう思うでしょうか。ぜひともね、コメント欄に書いていただければと思います。ということで今回はスパイダーマンノーウェイホームに関する考察についてご紹介しました。この動画が面白いと思った方は高評価、そしてスパイダーマンノーウェイホーム楽しみだと思った方も高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。ヒレジョコウスキでございました。
say a word, we're just looking at each other. Tears in our eyes from the words we say.